毎週火曜日の岩手元気丸、今日の担当は宮本アナウンサーです。はい、今回のテーマはインフルエンザ予防とお口のケアです。今シーズンはインフルエンザの流行期入りが過去10年で最も早かったんですよね、はい、そして県が発表した最新のデータをご覧ください。定点あたりの患者数、左側の12月22日までの1週間は前の1週間と比べますと濃い赤の警報レベルの地域が出ていますよね。はい、二戸地域と花巻市、北上市などの中部地域です。さて柴柳さん、はい、インフルエンザ予防と聞いて何を思い浮かべますか？まあ、一般的にはうがい手洗いですよね。そうですよね、うん、それに加えてお口の中を清潔に保つことが重要だといいます。詳しく医師に聞きました。お口の中には500種類以上のばい菌が住んでいると言われています。でその一部は虫歯や歯周病の原因にもなっているんですけども、それらの細菌の中にはインフルエンザにかかりやすくなったりインフルエンザの病状を悪化させる、そういう可能性があることが示されました。こう話すのは盛岡市本宮にあるユイトピア歯科医院の藤本委員長です。日本大学歯学部の実験では口の中の細菌の酵素の中にはインフルエンザの薬を効きにくくしたりインフルエンザウイルスの増殖を促すものがあるという結果が出ました。さらにこんな調査も。ある介護施設で自分で口のケアを行ったグループと歯科衛生士による口のケアを行ったグループを比較しました。自分で口のケアをしたグループは92人中9人がインフルエンザに感染しましたが、歯科衛生士がケアをしたグループは98人のうち感染はわずか1人でした。藤本医師は口の中のケアをしっかり行うことはインフルエンザだけではなく全身の病気の予防につながると話します。お口の中の細菌は虫歯や歯周病だけではなくて誤嚥性肺炎とか糖尿病といった全身の病気にも関連性があると分かってきています。お口の中をケアすることによっていろいろな病気の原因を減らすことになりますので、ぜひ歯ブラシを一生懸命やっていただきたいなと思っています。歯磨きはですね、1日に3回、朝、昼、晩、特に食後に磨くことをお勧めします。皆さん磨いてると言っても1分ぐらいで終わってしまう方が多いので、できたら3分以上磨いていただけるとよりいいと思います。磨き残しが多い部分には、この歯と歯茎の境目、そしてこの歯が噛むところのデコボコしているところ、ここに磨き残しがよくあります。ですので歯ブラシをですね、まず歯と歯茎の境目に当てていただいて、で細かい振動で毛先を歯と歯茎の間、歯と歯の間に入れていきます。1箇所についてだいたい10回から20回振動していただいて、そしたら次の 2,3 本、そしたらまた次の 2,3 本と順序よくやっていくことで効果的に取ることができます。また歯の噛むところのデコボコした部分は歯ブラシを当ててかき出して取っていくようにすることで効率よく取ることができます。はい、特に寝る前の歯磨きは歯ブラシ以外にデンタルフロスや歯間ブラシ、奥歯はタフトブラシを使って磨くと効果的だといいます。歯茎が下がってない方は糸ようじですね、で入れていただいてゴシゴシゴシとでかき出して取るというのをやっていただく。で歯間ブラシは逆に歯茎が下がった方向けで入れていただいて、だいたい10回ぐらい前後運動して出していただくと。でタフトブラシは奥歯の裏側とかそういうところにこう当てていただいてかき出して取っていくと。歯ブラシは1ヶ月に1回交換することをお勧めしています。ただ磨く強さによって毛先が開いてくるってことがありますので、毛先が歯ブラシの柄より開いてきたら交換の時期と思っててください。お口のケアを正しくすることは今流行しているインフルエンザや全身の病気の予防にもつながりますので、ぜひ皆さんしっかり磨いてください。いや、歯磨きとインフルエンザの予防なんてね、ちょっと関係があると思えなかったんですが、はい、こうやって伺うともう全身の病気の予防につながる。そうなんですね。
医師によりますと、自分で行うセルフケアと合わせて年に数回歯科衛生士に見てもらうことも口を健康に保つ上では重要だと話していました。以上、岩手元気丸宮本アナウンサーでした。